バタバタしアナログレコードはヘッドホンで気軽に楽しむというテーマで、お送りしたいと思います。静止感とはアナログレコードをヘッドホンで気軽に楽しむサポーテッドバイアイフライフォードということで、お送りさせていただきたいと思います。ということで、野村健二の後一緒に、お話を進めさせていただく、角田さん、はい、先生、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。実は僕は6年ぐらい前かな、15階のフォレストっていう、いらないよね、置いてる5年ぐらい前に、フォレストっていう15階の部屋でね、ヘッドホンもいいけどスピーカーで音楽を聴こうよっていうんでオーディオイベントだけどね、残念ながらね、どん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 びっくりするほどね、イヤホン、ヘッドホンプラントが増えてきて、部屋がね、手狭になってたから、はい、一旦中止というふうにことで、終わった記憶があります。久しぶりです。よろしくお願いします。このイベントは、テーマはアナログレコードって今流行ってるけれども、なんか注目を集めてるけれども何がいいんだろうっていうのを、角田さんに分かりやすく解説していただこうというのと、あとは、アナログレコードといってその僕の周りとかもそうなんですけども、プレイヤーを置く場所がない、スピーカーで音出せない、そういうふうにこう なんとなく敷居を自ら高くしているところがあるような気がするので、いいじゃん今あるヘッドホンで聴けばいいんだよっていうことで、もうお誘いのイベントですよね、はいはい、でそのために今回、iFi オーディオにご協力いただいて、実は iFi オーディオの全シリーズ、全エアシリーズっていうのと、このイコライザー、ヘッドホンアンプ、実は合わせても4万円から5万円2台でね、皆さんが持ってるプレイヤーもそうですし、皆さんが持ってるスマホの何分の1ぐらいになっちゃうんです。なのでそういうので気軽にアナログプレイヤーを始めていただくというのが今回の趣旨です。ということで、まずはアナログレコードのプレイヤーについて、アナログレコードの魅力について、紹介していきたい、そのさんに聞かせていただければと思います。ちなみに、角田さん、実はアナログのイベントということで、ね、今回お呼びしましたけれども、ハイレゾのね関してもかなり詳しいところがあるんですけども、実はその、僕ねこの間ヤマハ浜松行ってきたんですよ。でヤマハのイノベーションロードというところにちょっと取材に行きまして、日本のね、工房っていうのは蓄音機から始まってるし、レコードが原点にあるっていうのもすごいよく分かったな、面白いなと思ったんですけども、ただなんか幼少の頃からレコードプレイヤーあって聞かれてた感じなんですか、ね、簡単にね、プロフィールプラスその頃の状況をお話しします。1953年札幌生まれ、今年11月で69歳、来年70。父親は、大正12年生まれですから1923年の100歳超えるのか、来ていれば。で、父親は、ちょっとエンジニアで、クラシック音楽と、オーディオが好きだった。当然生まれてもう3、4歳になったらオーディオがあることは、知ってました。で、当然真空管アンプの自作ですね、スピーカーも。で、しばらくするとね、それこそヤマハのねうちにね、3、4年前にね、ショールーム、銀座のショールームのね、ウィンドウにレコードプレーヤー立てかけてあったんですよ。あ、そうですか。それそのものが違う。あ、同じやつ。同じやつ。あのね、昔ヤマハってね、
家具作ってましたから、木枠のね、綺麗なやつの、ね、中にね、リムドライ、はいはい、まあ、あの昔のね、で言えば、うん、まあ、DD プレイヤーの前身みたいな、うん、それがありましたね。はいはい、ちなみに、レコードって、何年ですか？1982年 CD 発売されたんですよね、はい、うん、でそのあたりこう衰退してとかいう概念が出たっていう記憶があるんですけども、逆に近頃また盛り上がってきたじゃないですか、はい、それってどういうことがあってどういうポイントがあって盛り上がってきたって感じなんですかね。再生とかね、実はね、結構多くなってなくて、そう簡単には ね衰退しなかったですね。というのはね、父親の時代っていうのはね、一生懸命働いて欧米のね、いい生活をしようっていうのは原点にあった、で、1950年過ぎっていうとね、いわゆる家庭のね、三種の神器っていうのがね、テレビ、冷蔵庫、洗濯機で、55年過ぎるともうちょっと欧米の豊かな生活に近づきたいっていうので、カラーテレビ、エアコン、電話ね、固定電話、それからオーディオ、そういうものがクローズアップされてきたんですよ。で、その頃は、非常に日本の歌謡曲はもちろんなんですけど、欧米のね、クラシック、ジャズ、そういうものをね、聴く、これがね、心豊かにするリッチな生活のね、原点なんですよ。でね、面白いんですよ、エアコンにしてもね、テレビにしてもね、オーディオ、ステレオって言ってますけど、ハイファイスイッチ、全部ね、家具調のね、こう、木の枠のついたね、テレビとかね、エアコンとかね、オーディオとか、そういうのがあったんですね。ですから、話は戻りますけど、そういうものが原点にあって、その頃、レコード再生してた人っていうのは、CD 機で再生されたあの、普及しても、まだちゃんとやってたんですよ。で、僕がこのオーディオの活動し始めたのは、サラリーマンが終わって2005年だった。その頃だと、確かに、CD に取って変わってたんですけども、逆に、スーパーオーディオ CD なんてね、もう全然作らない。この先何だろう、デジタルの、ね、世界はどうなるんだろうっていうことで僕は配慮する立場。この中で、配慮するってね、すごく、まあ、ある意味ね、往年の愛好家にはちょっと嫌われたところがあったんですけど、実はレコード愛好家の人は、ものすごく、このデジタルってアナログみたいだよね、言い始めて、やり始めて、それで僕は大体レコードとハイレゾっていうのは、並行してレコードも復活するだろう、また来るだろうという時代を見てきました、実際はそのとおりになりましたという、うん、でもやっぱりレコードのその雰囲気のやつはとにかく僕はよくですね、体にスーッと入る音みたいな表現をしてるんですけども、そういう意味ですごくいいのは僕も感じてるんですけども、ただちょっと前まで、僕がその業界行って、そのヴィンテージオーディオとかなんとかっていうのの取材をやらせていただいた頃って、ああ、これコマンドレベルプレイヤーの音ってレコードって音じゃないし、音楽としてもすごいいいなと思ってたんですけど、まあ、大体最低300万円かなって言ったんですよ、やっぱり。で、どうすればいいのかなと思ってたんですけど、やっぱりデジタル技術の進化とか、あとはその SNS の上げ方とか近頃すごくてですね、実はここに置いてあるセットでも多分相当昔に比べたら、いやいやアナログの良さちゃんと出てるでしょっていう部分まで聞けてるような気がするんですね。で、今回そのちょっと、アイバイオーディオさんにお借りいただいて、ちょっと先にお借りしてご紹介してるんですけども、実際先ほどもちらっと言った通り、まあ、こういう場所にブラックケースで運んでも壊れないプレイヤーということで SL1200 Mark7 に
にしてるんですよ。テクニクス。テクニクスね。でこれはあのごめんなさい、そういう意味で頑丈さを気にしてる部分もあるので、ちょっと高くて10万超えちゃってるんですけども、まあ、プレイヤーって正直5万円6万円ぐらいのプレイヤーから、あこれいいねって思うのはちゃんとありますので、まずそれをその先ほども言った通り、このインフルエンザーに今、ヘッドマークに今で十分、あなんてこういう音するんだいいねって思える音が出るので、今日はそんな返品でもね感じていただけたらと思っております。ということで、ここからは実際にあのレコードのおすすめをしつつ聴いていただこうと思います。で、ツナさんにも楽曲を聴いていただきつつ、実は僕も今時のアナログレコードっていう切り口で、何枚か持ってこさせていただいてます。ということで、あの結構、多岐にわたるものを用意してますので、ぜひあの楽しみに聞いてみてください。ということで、まず柔らかいのからいっていいですか。どうしようかな。宇多田ヒカルとメイドインアビスだったらどっちから聞きます。メイドインアビスから行ってみます。宇多田ヒカル、僕ね、事前にね、ちょっとね、うまいぐらい聞いたんですけど、中にアニソンのやつとかね、いろいろあって、僕ね、あのすごい皆さんに笑えるかもしれないですけど、園さんにアニソンのレコードを4枚ぐらい送りつけて、聞いていてください、よろしくお願いしますとかって、これですよ。いや、びっくりですよ、音の良さ。これですよ。宇多田ヒカルっつって、あの今出てるレコード出てくると思ったでしょ。違いますよ、これっすよ。もうで、しかもこれ皆さんあのお気づきになってる方は気づくられてると思うんですけども、実はこれでレコードのスタンプの良し悪しっていうものが皆さん体感できたでしょ。体感できてるんです。というのはUS 版のスタンプがひどかったらしくて、ひどかった、実際僕も買ったんですけど、ひどかったですね。だからあの、そうですね、だから、綾波さんの絵が描いてあるのはまともで、蒼龍の、蒼龍っていいのかな、あの飛鳥さんの、絵が描いてあるのは賭けなんです。 UK 版だとまともな音しました。だからそういうそのアナログレコードってこんなスタンパーとか製造国とかで違うんだっていうのを、あの多分面白く皆さんも経験していただければいいかと思いますので、ぜひ、今日は綾波レイバーモンの、ワーナスキスをかけますので、ぜひぜひちょっとこれの音がこんな音だったなっていうのを聞いていていただければと思います。じゃあ準備しますね。ありがとうございます。結構クリアな音が聞けたと思うんですけども、あのあれですよね、2万円台のインコライザーでこの音聞けちゃうんだって、まあぶっちゃけた話、2万円台のモノイコライザーでこの音出るって、まあ、まずないな、今すごいなっていうのはありますけども、アナログレコードってもともとダイナミックレンジって30何デシとかでしたっけ。もうちょっと、まあ、今あ、ありますけどね、まあ、560は出そうと思えば出る、ですね、はい。やっぱりそのやっぱハイレゾとか CD みたいなちょっとないはないんですけど、ただこの通り全然そんなこと感じないですよね。迫力足りないとかって思わないですよ、っていうのはやっぱりその作り手もあるんですけども、逆に今もともと音源がデジタルなので、
マスターが、それをうまく溝にできるようになったってことなんですかね。やっぱりね、今新譜っていうと大体音源は半音層が多いんです、うん、でもうやっぱりね、経験豊富なエンジニアがいろいろと技術資産を残してくれてるので、昔よりねずっとねダイナミックレンジ広く入れられるので、で簡単に原理言うと、例えば、ね、左側から強いベースがいっぱいなってるので、それがマスターテープに入って、それを直にこうカッティングマシンでカットしようとすると、カットはできるんですけど、一般のアームではかからない、張り飛びする。なので、それを圧縮するんですね、簡単に言えば。左側にあるものを、その音の重低音をセンターを持ってくる、左側に持ってくるっていうのが、いわゆるリミッターをかける、このリミッターの書き方がすごくうまいので、ハイレゾと LP もそんなにね、レンジの差があるようには思えないっていうのが今のテクノロジーです。なんでね、こういうふうに全然っていうか、逆にハイレゾとアナログレコードって魅力なんて共通項があって楽しいことがありますよね。そうですね、楽器やこういうのね、バイオリンが豊富だっていう、そこですよね、 CD と違う。次はメイドインアビスを聴いていただきましょう。うまく針が乗せられるかな、それすごく良かったです、ね、すごく良かったですね。これね、自慢じゃないですけど、クラファンなんで、お手に入れて。じゃあ、お聞きください。ね、ちょっとうまく落とせないかもしれないですけど、メイドインアビスという曲を聴いていただきましょう。ありがとうございます。本当に素敵な曲ですし、素敵な原作だからこそっていうのもあるんですけども、やっぱりこの曲を担当されている方がやっぱり海外の人であり、やっぱりその辺の作りとか、ミクスチャーなんですよね。絶対聴いていただくと分かる通り、決して、クラシックの劇版ではないですね。その辺はすごく皆さんも聴いていただいていると思うんですけども、アナログレコードだとその魅力はさらに何倍かして、というのはそのミクスチャーゆえに、そのデジタル楽器と、ストリングスの馴染みがいいですよね。面白いですよね。だからそういうのもぜひ味わっていただけたらです。ストリングスは、なおストリングスにエフェクトかけてるかな。そうです、そうです、ね、うん、面白いですよね。ベースだけね、ちょっと強くにしてたりとか、はいはい、まあ、すごく面白い、その今のそのなんていうんですかね、デジタル時代の音作りの仕方なのかなと、このケビン・ベイケルさん、はい、ということで2曲聴いていただきました。で、久しぶりなんで、ここから角田さんのおすすめの2曲っていうので、またちょっとお願いしたいなと思います。いろいろとあるんですけどね、懐かしい荒井優コバルトアワー、アナログロック、マイケル・ジャクソンのスリラーで、それからこれがね、多分僕より先輩の、僕は大体70ですから、まあ70以上の方かな、昔第一家庭電化なんていうね会社があってね、そこでね、オーディオマニア向け LP を出しました。そういうものを持ってきてるんですけど、これは次のにしまして、まず最新版というか、ロングラン版を紹介します。今日ねヘッドホンサイでしょ、だからヘッドホンでも聞いて非常にいいなって思う
曲をあの持ってきました。これね、ノルウェーのね、ツーウェルっていうね、こうはい、あの配列をとか SLCD とか、出してるところの曲なんですけども、音質の良さでね、有名な。音質もね、ノルウェーってすごいですね。これが SLCD なんですけど、実はこの SLCD、このトゥルーに僕がお願いをして作ってもらったんですけど、あのヘッドホンにすごくあの、ねマルチチャンネルサラウンドで音してるので、ボーカルマイクがついてないんですよ。だから、録音の時に歌い手がこう体の向き変えてこっち向いたり普通しますよね。一定方向向いてね、あの歌唱できないので向き変えたりしますよね。その表情がヘッドホンでリアルに聞こえる。で空間性もよく出てる。これはねスピーカーではね、なかなか聞くことが難しいのでヘッドホンファイルを聞いてほしくて、こうまず SLCD を使う。で LP も同時に出てるんですよ。でそれ SLCD と LP の違い、音色的、さっきバイオの話しましたけど音色的には SLCD よりも録音が 352.8kHz の 24bit ですからこっちのレンジが当たる。確かに今野村健二さん説明されましたように理論的にはダイナミックレンジは SLCD の方でも聴感上はそう感じない。むしろあのハイの伸びとか、色濃い、音とかいうところではアナログがいいかなと。ので、4分なくほど、僕のお気に入りの A 面の曲含めをかけてはい。まあこんな感じの曲で、何歌ってるか分かんない。これノルウェー語なのね。訳も何にもないの。だけどね、聴いてると流してるだけで本当になんかね心豊かになる。夜ねもう照明を落としてね僕なんか聴いてて、そうすると小さなスピーカーが空間がバーッと広がってなかなかいい。それから、オープン型、ヘッドホンで聴くとあのお部屋の中スピーカーじゃなくても楽しめる、そういうことね、なかなか素敵なね、曲でしたし、あと多分ヘッドホンで聴いていただいた方が分かりやすいのかな。今スピーカーでもその何ですか、ちょっと音量が特殊な感じは確かにしたので、あのぜひぜひあの後ほどそちらのブースの方に、この意識持ってって聞いていただけるようにしますので、ぜひあの今日はその全館っていう全館シグネチャーかですね。全館シグネチャーというモデルか、ちょっとこの前いくらするお高いやつも持ってきていて、それが、ハイファイマンに専用チューニングされたモデルになってるので、ハイファイマンちょうどね他にもハイファイマンのヘッドホンがご用意してますので、それでちょっと聞いていただこうと思います。なかなかいい感じだと思います。ぜひ聞いていただければと思います。で津野さん、もう一曲ぜひご紹介していただければと思うんですけども、今日はねつくづくと思うんですよ。久しぶりにヘッドホンに再に来たら、5、6年前はねやっぱりかなり、若い年齢層画面あったんですね。ところが今拝見しますと必ずしも若い人いるかななので、グラシェラ・スサーナ、第一、家庭電機発売の、当時の、1980年近くかなこれ、前だ79年ぐらいなんですけど、これアルゼンチンのボーカリスト、あのね日本にね有名な菅原洋一さんっていうねこう美声のこう歌手がいらっしゃる。その人が引っ張って、まあアルゼンチンから引っ張って、
その有名なね、アドロっていう曲なんですけど、これをライブでテープレコーダー76センチ毎秒で録音して、高音質にしといて、今度は45回転の LP にしてしまうというやつなんです。非常に懐かしいというか、いかにも昭和の歌謡っていう感じがすると思うんですけど、ちょっと聴いてみてください。はい、じゃあ行きます。ありがとうございます。あ、ね、これいい音だと思わない。ね、これ実はね、11.2DSD のハイレゾでも配信されてる。で、僕ダウンロードした。あのね、ダウンロード時間ものすごいかかったけどね、比較した。全然勝ってる。やっぱりね、アナログテープレコーダー、ダイレクトにね、ダイレクトに転送したみたいな感じで。このレコードはやっぱりすごいですね。その他に有名なレーベルではシェフィールドなんていうのがあります。あと日本のキングのね、スーパーアナログディスクとかね、そういう中古版探っても面白いかもしれない。はい、ぜひぜひね、一期一会だったりとかもしますんで、高い名盤、良盤もいいんですけども、もしかしたら何か出会いがあるかもしれないっていうのも、例えば僕がたまたま買ったり、たまたまもらったりとか、10年前、20年前にしたやつを、そのとある方、その詳しい方見てみたら、見ていただいたら、ああ、これなんとかじゃないですか、よくね、よく持ってますねとは言わないですけど、言われなかったですけど、まあ、悪くないですよみたいな感じで言っていただけたりとか、そういうこともあるので、本当は一期一会です。例えばさっきのケビン・ペンギンさん の, サントラも、これクラウドファンディングだから高いけど買っとかないとダメだなって、だから予備も含めて 2枚買っとこうって言ったのが最初で、で来たら終わった。確かにそうなんですよ、僕もね、両版いい音がする、本当にアーティストもよくてね、そういうレコードは、サンセット持ってくる。そうですね。で、ちなみに僕もサンセット持っているレコードは、ね、この2枚です。あ、この2枚ですね。これね、僕本当にね、まあ、普段ねクラシックとかね、まあ、さっきのポピュラーとか、まあ、いわゆるオーディオファイルがよくようなものしか聞いてないんですけど、これ聞かせてもらったら、いわゆるジャンルでいくとハウスミュージックみたいなおしゃれなね、すごく良かったです。ご本人もおしゃれ、すごい、すごい思いっきり宣伝なんで、実は石川森下さんのファーストソロアルバム、それがね、すごく、ちょっと字が書いてあります。こっちはテクノボーイズパルクラフトグリーンファンドの、サードですね。で、これなぜかというと、今ここにある通り、6時から、今日の夜6時からここでライブをやってもらいます。ミニライブ。この、お三方のレコードが、そちらで売っていますので、ぜひお買い求めいただければと。いう宣伝なんですけども、ただ、じゃあ実際どれだけいいかっていうのを、どれだけいいかって敷居を上げられると、石川さんに会ったら怒られそうですけど、ぜひちょっと聴いてみていただいて、で、僕も大好きな曲なんで、それをかけさせていただこうと思います。で、ちなみに石川さん、このアルバム、どうしてこういう曲調をこういうのにしたんですかって言ったら、飽きたと。アーティストらしいです。飽きたと。アニソン作り続けた、アニメの楽曲も作り続けるのは飽きたと。なので、全く制約のない状態で自分の好きな 曲だけ作りましたというのがこのアルバムだそうです。なので、いつものテクノボーイズの石川さんとはちょっと違う感じなので、ぜひ聴いていただきたい。
ただければと思います。じゃあ用意します。ありがとうございました。すごいでしょ、すごい音入ってるでしょ、はい、でかっこいいですよね。これあの中央このテクノボイザーの2枚は、基本的に768-64 でミックスしてるんですよ。角田さんだとお分かりいただけると思うんですけど、スタインバーグしかそれできない、プロツールスでできないのをわざわざやって、というのはテクノボイザーさんって 11.2 のマルチトラックレコーディングとか結構やっていただいてるんで、音質イコール表現力の高さがすごくあることを知っちゃってる方々なんで、ついついその自分たちの時はそうやってしまう。僕はなかなかぜひ多分普通にいいレコードとしてもおすすめ、いい音のレコードとしてもおすすめ。でじゃあ最後にもう時間がね迫ってきちゃったので、最後にテクノボーイズの曲を1曲聴いて終わりにさせていただけたらと思います。ありがとうございました。いいでしょ、おしゃれですかね、かっこいいですかね。昔の間のね、ディスコミュージックとかいうのはね、はい、僕の印象でね、もう音悪いのがいいとかね、いやいや最近すごい高質だなと思って、この当時いわゆるアナログシンセにこだわってたりとかもするようなところなので、ね、すごく、いつにはこだわりの音が大変なのもあるんですけど、ぜひね。デジカルもだいぶ いかなと思います。また、生音とか聞かれてないと思う、生音って言えばあれなのかもしれないですけど、ぜひ聞いていただければと思います。ということでね、皆さんどうもお付き合いいただきありがとうございました。ダッフルで大変なことも CD リフトもいいんですけど、レコードプレーヤーって部屋にあるとやっぱり存在感が大きくて、なんていうのかな、再生してる最中にパッとレコードプレーヤー見ると本当にメカの動きがあって、横にレコードのジャケットを置いとくと心豊かになって、すごく楽しい、物としての存在を聞く、それからいろんな人と、ね、一緒に聞くと、ヘッドホンじゃなくて、ちょっと小さなスピーカーね、置いて再生したりすると、やっぱりね、こう人とのコミュニケーションすごく取れるんじゃないかな、時に、パートナーをやってくれる、兄弟だったり家族だったりね、その中から新しい音楽がお父さんから出てきて、レパートリーが広げられる。やっぱ物としての存在はね、レコードはやっぱりいいですよね。ジャケット、ね、まあ、ね、どうですか、ね、やっぱりね、ジャケットのサイズっていいですよね。僕は仕事でこういう楽譜をできるものがあるので、で飾ってるんですよ。実際それやってた後とかも楽しいですし、あとは、単純に快楽主義者で捉えてもいいかなと思ってて、気持ちいいんですよとか、この体にスーッと入る感、これがね、素晴らしいと思います。で、デジタルもゆくゆくはそうなるかもしれないんですけども、諸事情により、やっぱりこの10年でやっとワンステップ上がったぐらいだと思うので、その作り手側のね、もそういう場所があるので、そういった意味では、まだまだアナログレコードに期待したいなというところです。
ということで、ありがとう、皆さんありがとうございました。この日の夜中のお父さんと一緒にどうもありがとうございました。10月の、ね、末には東京インターナショナルオーディオショー、があります。なんか多分皆さんオーディオとかのヘッドホンだけじゃなくてまんべんなくおやりになる方がたくさんいらっしゃるようなんですけども、僕びっくりしたのはテニスクラブにヘッドホンファイルがいて、いやとんでもない高いものを買おうとしている人が結構いらっしゃるんですね。100万、200万とか、そういうものもヘッドホンファイルのために、出てくる可能性があります。まあ藤谷由福さんの、情報にもちょっと敏感になって見てください。イギリスあたりかというヒントを与えております。はい、ということで皆さんありがとうございました。